証明しなさいなんだけれども、まあ典型的な問題を先にしましょう。これ実はですね、これはちょっとひねってるんで申し訳ないけど、普通この問題なんですよ。実はこれなんですよ。実はいつもやるのはね、でこれを証明しなさいと。でこれを証明しましょう。まずところがね、絶対値がついた時は困ろう。右辺引く左辺でできる、はい、できないよね。さっきのルートの時と同じでどうすればいいの。これ右辺引く左辺って言って、これきついよね。これを制御するっていうのはちょっと大変だよね。場合分けいっぱいしないといけないよね。もうこんなことするの嫌だよね。強力な3つの絶対値の場合分けをして、これを正に持っていくなんていうのはちょっときつい話だよね。そしたらこれちょっと苦しい。これはちょっと大変。大変。そしたらどうするの。そうだね。まず絶対値だから、左辺も正、右辺も正というふうなことを言った上で、右辺の事情を引く、左辺の事情を引きましょう。でこれをこうすればいいと、これを証明すると。よしですね。そしたらこれどうするかというと、まずこうすればいいですね。でこれは展開する直行ですね。わあ入らなかった、絶対値 A たす B の事情ですね。これよろしいですか。でちなみにもう一個加えてみましょう。絶対値の事情は普通の事情になります。これよろしいですね。これは例えば A が正の時だったら、そのまま絶対値は開くからこうだし、 A が負の時は絶対値 A の事情はマイナス A の事情だから、まあ A の事情だから一緒なんですね。だから、これはこういうことということです。だから、これで A の事情プラス、ところがこれはダメなんだ、一応ダメなんだ、このままダメだよね。 B の事情としてこれが普通の括弧の事情なんで、 A 事情プラス 2AB プラス B 事情になります。これでよろしいですね。これ絶対値ですかね。そうすると残ったのは A 事情は A 事情消えるし、 B 事情は B 事情消えるんで、こういうことになります。よろしいですか。いいですか。でこっから慎重になるんですけど、2でまあ絶対値 A 絶対値 B 引く AB なんで、これは、またこれも慎重なこといくんですけど、これが4つに分解できるんだよな。正の時、負の時、負の時、正の時と、正、正の時、負、負の時とあるけど、じゃあ A が正、B が負の時はもう一応これ最初だから真面目しますけど、これはもともと2括弧正負だから A のマイナス B、 すいませんこれ、もう嫌ですねこれ、AB だからマイナス AB だね、マイナス 2AB と。でこれは正です。なぜか A が正、 B が負だから、負の負だから正だね。で次に同じようにやっちゃうよ。 A が負の時、 B が正の時で、これをまあ後でまとめますけど、これも同じなんだよな。マイナス A、 B、 AB、 こんなうるさいことはしないんですけどね、普通マイナス 2AB、 はい、これも正です。 OK です。よろしいですか。だから両方とも正です。でこれをよくまとめて AB が負の時と言います。そうでしょ、 if 号だからかけて負になるときね。これで一括できます。で次にどんどんこっち来ても申し訳ないんですが、じゃあ今度は A が正、 B が正、 A が負、 B が負、まあ要するにこれはどういう時かというと、まあ AB が正の時なんですね、同符号の時ですね。そしたらこれもはもうあとはそんなに難しくなくて、これは普通
の括弧でよろしくて、AB 引く AB なんで、これは0。で、こっちは2の、負だから、マイナス A、マイナス B、引く AB。まあ、しかし、マイナス角マイナスされて、その AB なんで、これも0というふうになります。よろしいですか。ということは、これでもう一応、これ証明で、これが0以上ということが証明できました。いいですね。で、言うまでもなく、等号は等位。等号は AB が正の時なんだけど、まだ足りないのがあって、0の時があります。AB が、A が0の時、B が0の時、AB が0の時ってあるんですけど、0になったらどうなるかというと、0引く0は0だよな。そうだよな。A が0の時、B が0の時、AB が0の時、全部0だから、それで等号だから、ここでこれを入れておきます。AB、AB が0も OK です。ということで、一応これが答えになって、これは証明されたことになります。要するにこれは証明されたことになって、一応等号はと。AB が0以上の時というふうになります。いいですね。まあこれ基本的なものなんで、一応この証明を書いてください。そしてその上でこれに行きます。これの証明に行きます。いいですか。これを残しますよ。はい、じゃあメモってください。はい、で行きますけど、問題はこの問題やっと遠回り行きましたが、大体1番があの問題になるケースがあるんですね。で、A と B が同じだからもう非常に見にくいんで、どうするかというとね、一応こう書き換えた方がいいですな。絶対値 X プラス Y。 ほら、もう A とか B と同じ文字だったら嫌だからさ、こうと。で、等号は XY が0以上の時と、こういうふうなことを一応書いておきます。いいですね。こういうふうに書いておきます。で、あとはあれに当てはめようってことです。大体1番でまずあれを解いてます。で、これはちょっと難しくこう来てるから、まずどうするか、あの形に近づけるためにまず A 足す、足すだからこうします。え、別にこれと同じ意味ですよね。この元の式って、そうでしょ。これマイナス B って書かれてあるんですね。で、次にまあ絶対値の性質をうまく利用して、ここは頭使うんだよ。これこれでもいいでしょ。ほら、絶対値3と絶対値マイナス3一緒じゃん。これがちょっとここで進歩な、進化なんだね、人類のね。これ気づくか気づかないかで運命が変わるから。だからこの証明は、まあ、この証明と同じだと。そうすると1番を利用すればいいんだよな。1番より、1番のこれが丸1が成り立つから、丸1として、丸1にと、その前にちょっとこっちへ行ってこっち来た方がいいな。これを X とした方がいいかな。雰囲気としてはこれ X、 これが Y。 そうしていけば、A イコール X、 X イコール A、 Y イコールマイナス B と置き丸1になります。丸1は成り立つってなってるわけだからね。分かってね、丸1だよ。そしたら、まあ、もう言うまでもなく、大丈夫だよね。これマイナス B だから、まあ、ここまで言う必要ないんだけど、まあ、こうなると。そうだよね、全くそうだよね、こうなると。置き換えになってるよね、ちゃんとね。だから、こうなってるから、で、統合はと。よって証明は終わったということで、統合はと。XY が0以上だから、すなわち A-B が0以上よって AB が負の時と、こういうふうにやればいいです。これで結構ですね。わかりましたか。はい、で次行きます。次のやつでしょ、問題は。はい、どうぞ。はい、X マイナス何？X マイナス
セットの絶対値プラス マイナスセットの絶対値以下。あ、これが以下、はい、こうですね。はい、そしたらまあ言い方ないですけど、またこれと同じですわ。で、ワンヒレにあるんですけど、じゃあ一応ですね、こっちの問題がないことで、これをつきないいきなさいってことでいきましょうかね。こっちの問題ヒントになってるんですけど、本当はこれ使えばすぐできるんですけど、一応これしかなかったということでいきましょう。そうすると、まあこの形に近づけたいから、これが X で、これが Y で、これが X 足す Y になってくれればいいよねって最初は考えたんです。まあもう本当は1番があるからそうしなくていいんですけど、そうすると、よく見てみるとどうかな、x-z 足す y-z をすると、そうだよね、x-z、y-z、そうすると x 足す y-2z となって、もう全然これと嘘、違います。全然ダメです。合わないからこれは負けない。この意見は無理。却下ということになります。そうするとですね、これは無理だということで、そこで諦めるんじゃなくて変形をしてみましょう。これは無理だと、この組み合わせは無理だと。そうするとどうするかというと、まあ、さっき言ったように、じゃあ絶対値の性質を使って、マイナス y-z というふうにやってもいいよねと思います。で、今度これを x、 これを y、 これを x 足す y になるかなということで、ちょっと希望的感覚でやってます。そうすると x 引く、すいません、 z ですね、 z、 まあ足すだから引く y 引く z だから、x 引く y になってるから、お、合ってます、大丈夫ですね。そしたら答案的にはどうなるか、これでうまくいきましたから、あとは文章をうまく作っていきます。文章を作っていくのはどうするかというと、まあ、これと同じだな、x イコール x 引く y、 y イコールマイナス y 引く z と置き、これ丸1、丸1をずっと切りますね、丸1に代入すると、するとと、まあ予定通りこれが出てきます。そうすると x 足す、まあ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 、あとは書くだけの話なんです。もうこうですと。なると。になると。で、統合はと。統合は、XY が正だから、XY はこうだね。X-Y と Y-Z のが正と。ということは、あとは x-y-y-z が0以下の時というふうになります。よろしいでしょうか。いいですね。ということで、たくさんなりましたけど、頑張ってください。はい。はい。これを証明しなさいということですね。もう同じことを繰り返しなんですが、1番がもうすでにあるんで、ところが1番の形持っていかないか、1つのブロックがよりこっち2つになってるから、今こっち、これをこっちに持ってこないといけないね。そうするとこれと同じことの意味は、まあこれを証明すると、ほら1番に近づいてきます。まあ、こうですね、1番に近づいていくでしょ。そしてまたいつものごとく、これを x、 これを y、 そしてこれがまあ x 足す y になってくれればいいよねと、で確認をしてみましょう。そうすると、おー、バッチリ足す b で、お、 a になってくれてます。ということで、あとは置き換えをする、言葉を書けばいいだけでしょ。 a-b を x とき、 b を y と置いて、置き直すと、あの式が出てきて、統合条件と。まあ一応書きましょうかね。
したらこうですか。A 引く B を X、B を Y にすると丸1になるので、まあ証明された。まあこれらがいいね。で統合条件は、統合は、XY が正の時以上0以上の時だから、こう書けばこう。A 引く B と B がこれの時と。まあこういうふうになればよろしいんじゃないでしょうか。よろしいでしょうかね。わかりますね。はい。でもう一度いきましょう。はい。どうぞ。A の絶対値マイナス B の絶対値が。A の絶対値マイナス B の絶対値が、はい、A プラス B の絶対値以下、多数の公式じゃないんで、これはまあこれも移行しちゃうんだな、こうしちゃうのかな、こうしちゃうと、別にこれとこれ同じですね。そしてこれを X、 これを Y として、これが x たす y になればいいんだけど、じゃあ今聞くのかなで確認すると、a たす b たす b は a たす 2b だからうまくいきません。だからこれダメで却下ですね。無理だということで、またこれも、a と a たす b と、これマイナス b っていうのはもうさすがに覚えましたね、これね。して、確認しましょう、これを X、これを Y、これを X たす Y ってすると、まあ、確かにうまくいきます。A たす B、引く B と。でこれ A になるから、うまくいくからこれで OK だと。ということで、手を変え、品を変えるしてもいいんで、これをまた一応書きます、ね。一応書きますと、A たす B を X、マイナス B を Y と置くと、丸一になり、証明されたと。よって統合はと、また統合はと。すいませんね。統合は、XY が正だから、まあ正というか0以上だから、A たす B とマイナス B。かけたらこれが正なんで、 A たす B の B が0以下になれば、あ、これであるの時だということでになります。よろしいでしょうか。いいですね。はい、メモってください。であとラスト1点です。 A プラス B プラス C の絶対値、はい、A の絶対値プラス全部バラしないですね、はい、さあこれ3つになりました。でも3つでも恐れるとありません。どうするかなんだけど、2つならできるから、まあ、2つにしちゃおうということなんだろうな。そうするとまず、まあ、A たす B プラス C ぐらいしておきますか。したらこれはこうなるんだよね。これは1番からなんだよね。1よりだよ。1よりだよな。ただし統合条件があるんだよ。統合はだ。ここもこう地道にやっとかないからよ。これと C をかけたのが正なんだ。これはちょっと地道にやっとかないんだけど。はい。で次に、ここはもう1番でやってるんだよな。その A たす B っていうのは、まあ申し訳ないけどこうなんだよな。これをドッキングさせればいいんだけどな、慎重にな。でこれも1よりなんだよな。1よりだよな。で統合はまあ AB が正なんだ。こうなんだ。よしですね。そしたらA たす B たす C よりも A たす B で C で、あ、だからちょっとごめんなさい、ちょっともうちょっと素直にスマートに書きましょう。
たらこれ両辺別に C を足しても、問題は起きないよね。そうだよね、同じものを足すんだから、まあ、まあ、生えてくれば C だよね。これ分かりますよね。ここからこれ両方 C 足したんでしょ。したらこれはここにあるからさ、こうだよね。これ順番が微妙だよね。まあ、まあ、分かります、ね、こうなるでしょう。そうすると結局これは A 足す B 足す C の A、B できましたね。バッチリですね。そして条件統合はと、統合はやっぱこの2つの条件全部書かないといけないから、わ大変だな。この辺はね、どの問題集も書いてないし要求されないのかもしれませんけど、AB が、まあ、本当はなんかこの辺追求すればなんか面白いことが起きそうなんですけどのところですね。まあ、一応安全策を取ったりするんです。はい、わかりましたね。要するに、これをまあ一文字に考えてみましょう。そこからいきましょうと。で、1番を使っちゃうと。もう1番使っちゃうと。これをラージ X、これをラージ Y と言っちゃうということですね。で、まあ、それとあとこの一文字のやつもこれができると。で、これにポイントは両辺に C を足すということがポイントですね。絶対 C 足したら、まあ、ここよりこっちに小さいですよね。としたら、まあ、間を飛び抜かしてこうですよということです。よろしいでしょうか。じゃあ、メモってください。